やります。奇襲攻撃デイリーついでの投資ピック。なかなかウルレアードーンを使おうという気にならないからたまにはね。今回のピックの調整は適正だと思います。これは気づかれましたね。しかしピックの投資自体は警戒されにくい。私も警戒しない。ここは絶対気づかれるのでとりあえず取り始めましょうか。スプロでなければちょっとは詰められるんですかね。窓枠の中速越えが強化されたので一応まやかしを乗せてます。実装初期に騒がれたけどそこまで出なかった。なりそう。ハロー。奇襲攻撃でびっくりさせましょう。どうしてチェストを最後まで漁らなかったんですかね。全力で走ってますね。それなら戻ってみましょうか。近頃はビデオテープとジョンのカルテの奇襲チャージ短縮構成がマイブーム。奇襲攻撃のチャージや射程、速度をちょっとでいいから強化してほしい。以前にいたグルの周回距離を若干や長く調整されてから厳しい場所が多いんですよ。ビデオテープなしで練習してみるかな。グインと逆トラバサミなしにしては修理ペースがゆっくりね。まやかしあるから窓枠越えてもよかったですね。後ろを見る人だったら切り返されてたでしょう。全員負傷とワンダウン、いいですね。チーカー。リサイシブいないって素晴らしい。さて。同じ発電機に二人。とりあえず向かってみましょう。目の前で修理完了。右に動いた人が救助に行くか？まあ負傷から回復している人が行きますよね。何の通知？狙うのは誰でもいいから今行きますよ。ロッカーから飛び出したのか？あ、こっちにします。チェストに引っかかったから逆方向に回り込んだらやれた。惜しい。負傷者が合流するようなので圧力がけ入線します。編集しながら、いや発電機は蹴りなよ、と思いました。ナスコ28メートル、ピックの心音が32メートルになって完全ステルスには観客が必要になりました。あのエースとは曲がり方で縁がありますね。ぬるっとターゲット変更。いいデッカの使い方。この板は無理なのでタップを奥に行かせて割りましょう。投資で再捕獲して奇襲するのもあり。と思ったら後ろか。逃げ遅れた負傷者でいい。エース。クローデットの救助は間に合いませんでした。通電後に4人いるのは嫌なので私は助かりました。
バベチリで確実に発電機へ向かっていたのは左なので右は捨ててもよかった。まやかしの窓封鎖の音でバレたくなかったので左へ迂回。ようやくタップ警備を仕留められました。血まみれ食い。どうせ通電するからと諦めて発電機蹴らないのやめて。発電機にいる負傷者を狙います。蹴らないのが正解でした。満足して。球場狙いますが釣った方が良かったかな。どこへ行くかわからないですし。ラッキー。ちなみに奇襲を当てるまでノーワンがあると思い込んでました。ナスコをノーワンにしようとして、やっぱり投資ピッツでも28メートル治療投資は欲しいなと。今のバージョンからイターテスタンが駒落ちすることありますね。タップ刑事がゲートを開けてる。いや、エースを起こしに行ってましたね。内側だけ狙えばここから離れようとしても遠回りになります。ゲートを開けようとしているタップ刑事を狙うようです。逆トラバサミは2分の1なので有効に使うなら通電前にもう一人落とさないとかな。あれ、いない。足跡は来ていたからどこかに隠れているのか。投資で見落とすわけがないしな。向こうのゲートへ行っちゃったか。なんているの。これはもうゲート前待機ですね。まあ行くだけ行ってお見送りしましょう。ナスコにも投資にも気づいていなかったんでしょうか。かわいい。耐久してくれていたおかげで血まみれタップケージをお見送りできました。カテゴリーもちょっとは稼げるようになりましたね。奇襲自体の使いどころが微妙なのでスコアのブレ幅は広いんですが、猫をつけているサバイバーには本当に効かない。試合中の謎の通知はエースがフックを落としてたんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。